はい、こんにちは、高根でございます。今回は二の腕をしっかりと引き締めることができるズボラタクトルをご紹介していきたいと思います。まず、うつ伏せの姿勢になります。で、肩の下に肘が来るようにしまして、膝は天井方向に曲げてみてください。で、手の幅は肩幅に合わせてもらって、手はパーにして地面を押し付けます。で、この姿勢からシンプルに肘を伸ばしていきます。どういうことかというと、このようにクッと伸ばしていきます。この時膝を曲げていくとやりやすいです。ゆっくりまた元のポジション、肩の下に肘、これを繰り返していきます。ゆっくり下ろす、伸ばす、上げる、伸ばす、こうですね。で、この時姿勢はしっかりと前を向いて肘を伸ばしていくことを意識してみてください。ではこれを一緒に10回やってみたいと思います。膝曲げて、幅は肩幅に合わせて、手は床を押し付けます。ここから肘を伸ばしていく、伸ばす、2、伸ばす、3、伸ばす、4、5、6、7、8、10。はい、いかがでしょうか。やってみて分かりますが、しっかりとですね、腕回り、二の腕をしっかりと負荷をかけることができるトレーニングです。こちら目安としては10回を3セットですね、1日に3セットやってみてください。